Hazard Revelations。 ジル、大きい。クイーン・ゼノビア、見るからにゴーストシップだな。周囲を回って侵入ポイントを探すわ。ジェシカが行方不明になって94分が経過。通信リンクの接続が最後に確認された位置から想定すると、この船のどこかに2人はいる。はい、どうも、トワイスです。バイオハザードリベレーションズを買いましたのでやります。初見実況でも許してくれるらしいので許してくれるって誰が許すって話ではあるんですけど、まあ、あの 3DS でもともと発売してたゲームのリメイク版の、パソコン版、 Steam 版、キーボード&マウスでプレイしております。こちらなんですけど、まあ、僕はちょっとストーリーとかも含めてあのプレイをしたことがなかったので、まあ改めてプレイしようか、まあついでなら実況撮ろうか、一周やってから実況撮るかな、それとも初見にするかなってなってたところ、まあ初見でも見たいという方が一定数いらっしゃいましたので、でここ撃つってなってるんですけど、武器を構えずに攻撃するとナイフで攻撃してくれるんですね。ナイフでも壊れるんですね。これはケチにも嬉しい仕様ですね。チュートリアル無視というのがあるんですけど、放置されて随分経つみたいね。あ、そうだ、それでですね、難易度ノーマルで初見プレイをさせていただくんですが、操作確認のためにチャプター1だけ、プレイをさせていただきました。よって次回パートかなから、まあ腐敗がひどい初見プレイと、実質的にはそれでストーリーを皆さんと一緒に楽しんでいこうかなと思っております。リベレーションズはですね、この TPS 視点になったバイオ4と、その次バイオ5の間の物語らしく、出たのはバイオ5の次とかだったかな。TPS 形式の、まあ、アクション要素強めのバイオでありながら、ホラーとサスペンスの要素が、強いという、そういうバイオになってるらしいですので、まあホラー系に似たような感じで楽しめるのかなってちょっと思いました。ただリアクションは期待しないでくださいなんか最近感情が死に気味なのでもしかしたら逆にこのホラーゲームをやるという刺激で僕の感情が取り戻せるかもしれないという一縷の望みは抱いているのですが、どうでしょう。ダクトから血が、これ初めて見たときびっくりしました。この腕の変異の仕方ですね。まあちょっと覚えておいてもいいのかもしれません。
この辺はアイテムなかったんだっけかな、確か。あと、バンス感度ちょっと、初期設定よりは低めにしてあるんですけど、壊れてるわ。それでも結構、クイクイ動いてしまうので、電源が落ちてる。エレベーターは使えなさそうね。それでもクイクイ、動いてしまうので、酔いやすい方は、お気をつけください。画面の中心にマウスカーソルを置いておいて、そうやって見るっていうのも酔い防止にはいいらしいですね。本当かどうかは分かりませんが、活用してみてください。なんかさっきからダクトからネチャネチャしたものがあって嫌ですね。グリーンハーブ。今回救急スプレーとかあるのかは分かんないですけど、なんかあれです。ダメージの表記がですね、FPS みたいな感じで、画面の周りにだんだん血がついてくるような感じで、HP の残り HP を刺してくれみたいな、そういう感じになってるみたいです。はい。初めて見たとき、ここもビクってしました。感情を失っているとはどういうことだろう。この辺特にアイテムはなかったか。あ。いいですね。ハンドガンの弾。レッドホークっていう名前のハンドガンの弾は確かバイオ4とかでも同じものだったなーって思い出されますね。向こう側から鍵の。なあ、ジル、こいつを見ろ。パーカー、手を貸して。ああ、わかった。そしてバイオハザードをシリーズでやっている人には、ジルのパートナーといえばクリスっていうイメージがあるっぽいですが、今回ジルの相方は新登場のキャラ、パーカーなんですね。何かある。銃かしら。どうする？任せて。いやー、このね、生ゴミなのか、元人だったのか、わからない肉塊に、ためらいなく素手を突っ込めるのすごいですよね。クリスのじゃないよな。お、覗きか？今回の敵はこんなのです。あ。いやー、早速ワンダメージ食らってしまいましたね。悲しい。えい。3回ナイフのリーチ。あ、行った。あ、倒してくれましたね。一回ぐらい攻撃避ける練習でもしようかなって思ったんですけど。あの船員たちを襲ったのも嫌な予感がする。どこなの、クリス。はい、タイトルが表示され、エピソード1、Into the Depths かな。ここは、日の光が降り注ぐ、地中海沿岸の美しい港町。この海岸沿いの沖合に、11年の歳月をかけ、テラグリジアが建造されました。テラグリジアは最新のインフラを備えた海上都市であり、衛星を使った太陽光集積システムなど建設中からその環境に配慮した都市設計で世界の注目を集めました。しかし2004年、開発反対を訴える組織ベルトロによって
この町でバイオテロが引き起こされました。ウイルス散布と同時に生体兵器 BOW が放たれたことにより、事態の収拾は困難を極め、隔離された海上都市で被害は広がり続けました。 FBC は大国政府主導による最大の対バイオテロ組織として設立され、テラグリジアでの対応において指導的役割を担いました。一方、国家間の利害を超えてバイオテロ対策を行う NGO BSAA はオブザーバーとしてテラグリジアに入り、 FBC のサポートに当たりました。対策本部は被害の拡大を防ぐため、都市自身の発電システムを利用、自戒させることで被害を最小限にとどめたとしています。テラグリジアパニック、人々は消滅した都市の名を取り、この事件をそう呼びました。その後、実行犯であるテロリストグループベルトロの壊滅を FBC が発表、事態の収束宣言となりました。2005年現在、ここには静けさと落ち着きが戻りつつあるかのようにも思えます。しかし、ご覧のようにテラグリジアの廃墟は隔離され、バイオテロへの恐怖を人々に思い起こさせるモニュメントのようにその姿を残し続けています。ボス自らお出迎えとは珍しいな。ああ、医者が運動しろとうるさくてな。君らもこの辺り一帯を FBC が封鎖してきたことは理解しているな。だがこの数週間、正体不明の漂着物の情報が相次いでいる。 FBC の隠蔽体質も、海から流れ着くものは止められないってことだ。場所が場所だけにウイルス汚染が疑われるのも無理はないわね。ああ、我々 BSAA もようやく現地調査にこぎつけたわけだ。クエントから例のものは受け取ってきたか？ああ、愛称はジェネシスだろ。正式名称は何だっけか？マニュアルを読んできてないの？ああ、いや、持ってきてはいるが、ものは試しというしな。早速そして調査を開始してくれ。ああ、あったぜ。まあ僕はこのエピソード1から先は初見になるんですけど、この時点でもうパーカーのムードメーカーぶりが結構好感持てる感じですね。というわけで、今作の要素ジェネシス、まあ適当に読み流してください。気になる方は一時停止でお願いします。微量のウイルスでも検知し、その組成を解析することが可能。で、ウイルスの解析データから簡易的なワクチンを生成できます。放射光を利用して特定の物品を探知することができます。内蔵メモリ内には使用版として銃弾や薬素などのデータが登録されていますと。なので、今回はですね、結構この画面をよく見るんじゃないかなって思います。このジェネシスっていうのを使うと隠れたアイテムとかを、発見できたり、あとこういう、まあ主にあれですね、敵の死骸的な。付近の漂着物を探してデータを集めてくれ。敵の死骸的なものを、こういう風に。これひどいな。しっかり腐敗している。ジル。こいつを見てくれ。なんかセリフが挟まるといつ喋っていいかわからないですね。まあこういう風に敵の死骸をスキャンすることで上の方にパーセントが表示されてるんですけど、それが溜まっていって 100% になるとどうやら回復薬的なものが手に入るということらしいです。まだその要素まではたどり着いてないので、詳しいところはわかりません。
あと調べられる場所は今出たな。これか。どうやら FBC という組織は何かを隠したがってるようですね。で、ハンドガンの弾っていうのは、船の上では30発までしか持てないんですけど、ここはもうちょっと多く持てるみたいですね。注意しろよ。やるわ。慣れっこだし。何かある。これは全て人為的な変質なら証拠になるかも。こちらで調べておく。お二人さんは調査を続けてくれ。まあ、もともと生き物だったのが何かを投与されてこんな風になっちまったんじゃないのっていうのが今の話だと思うんですがね。さあ、実際はどうなんでしょうか。すんげえハンドガンの弾拾えるな。60発か。ガンガン撃ってもいいかもしれん。うん。おっと。動いた。口が弱点かな？なんか手応えがいい音がする。さすがに慣れているな、ラクンシティの英雄さん。あなたこそパーカー、元 FBC だって聞いたわ。ああ、志願して BSAA に移籍した。戦うためにな。ああ、二人とも無事だな。警戒を保ちつつ、引き続き調査を進めてくれ。はい、ここは開かないと。周辺をつまらぬ捜索、漂着物を探せ。わお。この匂い、腐敗でガスが爆発した。暗算だな。なんかクジラとかも死骸が沖に打ち上げられてたりすると爆発するって話は聞きますよね。で、これはチャプター1をクリアしたからわかることではあるんですけど、ここで手に入る弾薬とかってさっきの船あ、これこれ、解析率 100% にするごとに回復薬が一つ手に入る。同種の敵から得られる解析率は解析するごとに少なくなると。これで解析データは 100%。 あ、で、これは操作方法若干変えてるんですけど、まあサブウェポンあるよっていうことですね。ご苦労、ひとまず私のところに集合してくれ。で、まあ、そう、ここで手に入れた弾薬とかは、さっきの船、まあ、メインステージの方には引き継がれないので、まあ、ガンガン撃っちゃっていいっていうか、チュートリアルの一環っていう感じですね、この、海岸での調査っていうのは。あとなんか落ちてなかったっけかな？特になかったっけ？新聞？1年前の新聞。BOW が初めて人々の明るみに出た記事だと。まあそうですね。バイオハザード1から3までの舞台となったラクーンシティっていうところは、滅菌作戦によって、核ミサイルを撃ち込まれて、おぉ。あ、強い。
あ、死んでない。あ、死んでない。タフだな。ようやく静かになったな。ああ、さすがだな、ジル・パーカー。よし、もうデータは十分だ。集合してくれ。とりあえず手榴弾は押したら即投げるっていうことが分かっただけでも大きい。二人ともご苦労だった。漂着物がウイルス感染体であることは間違いないわね。FBC が封鎖した海岸に流れ着いたことも偶然とは考えづらいぜ。すべきことは行った。あとは本部に戻り、データ解析の結果をマスしよう。緊急連絡だ。私だ。何だと？状況は理解した。あとはこちらで対応する。だが計画は前倒す必要がある。今すぐだ。分かった。では頼む。ジル、パーガー、君らにはこのまま動いてもらう。一体何が？クリスとジェシカの連絡が途絶えた。原因は不明だ。二人を最後に確認した座標を君たちの端末に転送する。会場で通信リンクが切れている。二人ならベルトロ捜索で雪山では。この位置から判断しておそらく二人は船だな。私はこれから本部に戻り捜索の指揮を取る。二人の行方を追え。了解。なあ、区切りがいいな。まだ初見エリアではないんですけど、まあ区切りがいいので一旦ここまでっていう感じで一区切りにしましょうか。次回パートも初見ではありませんが、まだまだオープニングステージの範疇だと思います。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。